はい、どうも、トマです。あ、間違えた。はい、どうも、トマです。すいませんね。自動、レオパをね、のリンちゃんを撮ろうと思ったら、自分撮り用に設定がなってて、カメラの。びっくりしました。で、実はですね、報告があって、レオパのりんちゃん、知り合いからね、いろいろアドバイスをもらって、一応どうにか脱皮は自分でやったみたいで、今回はね、うまくいきました。で、ちょっと気になるのが、この右目か。の下の方、ちょっとね、これ皮めくれてんのかな？ちょっと肉眼では、例は確認できるんですけど、ちょっと左右違うんですよ、ほら。柄とかじゃないと思うんですけど、ちょっと脱皮失敗したのかな？どうなんだろう。とりあえずね、その目の真ん中のところの脱皮が残ってたんで、これ一応ね、ブログで紹介したんですよ。そしたらね、知り合いに LINE したら、こういう時はね、こうした方がいいと。的確なね、アドバイスをもらって、うまく、翌日には脱皮できてたんで、よかったですね。とりあえず今日はね、そういう報告になります。りんちゃんがね、一人で脱皮成功しましたよっていう報告です。僕もレオパ初心者なんですけど、こういう時はこうした方がいいとかね、そういう対策って、やっぱレオパ長年買ってる人の情報なんですよ。で、そういう情報をね、もっとこれから買う人、もしくは僕みたいな初心者で情報をね、あんまりわかんないので、僕もちょこちょこ勉強しつつ、僕の経験談も元にね、動画投稿、もしくはブログにて紹介していきます。で、今回はとりあえずそういうことじゃなくて、とりあえずね、りんちゃんがうまく脱皮しましたよっていう報告になります。で、また次回テーマにとってね、レオパの飼育の仕方っていうのを動画にまとめていくので、役立つ情報をね、皆さんに提供していきたいなと思っております。で、そうですね、今日はこの辺に、この辺で。では、トマでした。ご視聴ありがとうございます。では。